どうもラオチンです。今日も戦国無双5体験版やっていきたいと思います。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今日もね、体験版やっていこうと思います。体験版ができるのはここの2つのクエストだけだね。残りは製品版からとなっております。でもまあとりあえずここだね。ミノー襲撃行ってみましょう。兄上、尾張国内すら一枚岩ではないというのに、斎藤道三を相手に戦など無謀に過ぎます。だからこそ挑むのだ。もし道三に勝てば織田の武名は高まり、尾張一国従わぬ者はいなくなるだろう。恐れながら信長様、戦は博打じゃございません。負けた時のことも考えていただかねえと。やめよう勝家、信行兄様が反対してもダメなら、もう信長兄様に何を言っても無駄だと思う。一は兄のことをよく分かっているようだな。信行、権六、承知してくれるか。申し上げるべきことは申し上げました。この上は私も腹をくくって美濃にお供しましょう。信行兄様だけに苦労はかけさせない。私も美濃に行くよ。姫、またそんな無茶なことを。まあ姫も言って引っ込むお方じゃねえか。よし、では行きましょう。レベルが上がってね、いろいろとできることも増えてきたね。何特殊な敵との戦い方。あ、R を押してこういうことか。いろいろとなんかできるんだな。はい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 、攻撃力アップとかいろんな技があるっつうことね。なるほど、どんどん強化されていくわ。誰だこっちか。おーい、これは兜割り。おお、結構威力もあっていい感じ。誰かいるんじゃない。いたいた、いっけ。ちょっと待って、攻撃、おお、すごいね。前に高速移動して攻撃するやつがある。これは強いぞ。もういないの。次行こう、次行こう。こっちか。はい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 、必殺技とは別になんかスキルみたいなのがあるっていうことだな。いいね、よっしゃ。分かってる分かってる、拠点を制圧。上の方に向かわなきゃいけないの。よし、あ、やっぱレベル1がね、結構できないことも多かったけど、できることが増えてきて、こりゃいいわ。これあっちの方だな。なんか赤い、あ、いた、光秀、光秀がいた。斎藤家家臣、明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い、こう止めたか。うさほうな。この石頭は、このうつけは俺が切る。おお、いた。パッケージのキャラクター、これ光秀だったんだ。もう一人は誰かなと思ったんだよね。信長と、もう一人光秀ですか。はい、行くぞ。攻撃力アップ。おお、めちゃくちゃ攻撃力アップするね。とんでもないぐらい攻撃力アップするぞ。
無礼ながら。いけいけいけ。もうなんかアイテムも落ちてる。ここは？おお、ハンベル。お前か。いい、はい。攻撃力アップ。もうすぐ撃破するよ。終わりだ。あ、なんかハンベの武器が面白そう。なんか筒みたいなの持ってたね。ポポンって叩くんだろうな。え、詰め所は倒した？拠点兵もこれで終わり。次どこだ？どんどん行くぞ。あ、光秀がまた来た。うん、光秀を撃破でしょ、分かってる。なんだこれ。お、アイテムゲット。光秀いた。ちょっと待って、攻撃力アップしてから行きます。カブト割り。ちょっと待って、おらー、いいね。次はあとはもう本陣だけ。行くぞ本陣に。開門、うまこい、行くぞ。こうダッシュみたいなのどうすんだ。馬のダッシュが分かんない。まあまあまあいいか。こっち多いね、さすがに。いいいいいい、もう突っ込んじゃい、突っ込んじゃい、痛い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 、ドラ、いい、カブト悪い、行くぞ、行くぜ。どうだ、どんぐらい減る。おお、おお、おい、かっこいい、はい、おい、やるね、おっしゃ。でよし、カブト割り終わりだ、クリアでーす。いやいやいや、だいぶ動けるようになってきたよ。やっぱりレベル上がらないと始まらないね。スキルがいっぱい増えてきてマジで面白くなってきた。はい、ということで戦国無双5体験版やっていきました。クエストは1と2までだけども、まあ、全然楽しめるね。うん、ここで今のうちに、スキルなんかを磨いておけば発売日にはどんどん好きに進んでいけるだろうね。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。